佐賀女子高校の合唱部が先月開かれた合唱コンクールの全国大会で日本一に輝き、今日学校で報告会が行われました。佐賀市にある佐賀女子高校の合唱部は、先月青森市で開かれた全日本合唱コンクールの全国大会に九州代表として出場し、高校部門で最高賞にあたる文部科学大臣賞を受賞しました。今日の報告会で学校関係者や生徒を前に日本一の歌声を披露しました。目標でみんなの夢だったのですごい嬉しいです。毎日毎日が濃ゆくて深い3年間だったなと思います。合唱部の部員は27人で、毎日3時間ほどの練習を続け、今回2000年の創部以来初めて日本一に輝いたということです。